区間記は南北朝時代の苦行、この絵道継の日記、道継後期五人新院関白期とも称する。区間記の名は騎種の道継自身がつけた検証である。記録期間は右大臣在職中の文奈元年から皇居4年前の英徳3年までの約32年間に及ぶが、文奈年間は特定行事に関する別記のみであること、常時2年、同4年、 英徳二年などを書くことを除けば、ほぼ通年で揃っている。日々の記事は簡略で、その内容は、室町幕府の動向をはじめ、南朝との交渉関係、三門と全州の対立、年中行事、世相の様子など多岐にわたる。後具枚四思惑と並んで北朝後期の区下社会を知る上での根本資料だが、石棺家にはこの日記より残っていないため、 当時の摂棺化の様相を考える手がかりも多い。自筆原本は、巻古装で、その大部分にあたる49軸が、陽明文庫に所蔵され、一括して重要文化財に指定されているほか、若干の段階が伝存する。記事は、当年の愚痴歴行間の余白や継ぎ紙に記入されたものが多い。主な写本としては、この絵聖家による、消失本二軸やこの絵家広による、 新写本26冊があり、いずれも、やはり陽明文庫に所蔵される。本国された漢本には、新写本を定本としたものが、文科大学失踪書や、増補続資料体制に、原本を定本としたものが、第二本古記録に収録される。なお、原本の英印も、陽明総書記録文書編4として期間である。ありがとうございます。